100人マリオチャレンジとても難しい。残り4コース。今約80機でクリアしていきたいと思います。このパートで4つクリアできるか、それとも2つに分割するか。まさかあれ使う？あの羽必要？まさかね。これ一応持ってこうか。あ、しまった。届け。オッケー。全然届いたわ。ふっ。キノコ取れない。キノコ取れなかった。あるある。いやー。届け。オッケー。これでキノコ取れましたね。よし。先にも進めそう。てい。うわぁ。どういう原理や。お前ら、水もないとこで生きれるやつか。すげえな。はいはい。おう、ファイヤー。やったぜ。出てくんだろ？クッパがいるんですね。空中、あ、危ねえ、今死んだと思った。助かった。危ねえ。いた。やーやーやー。ゴール前待機か。あー、食らった。ありがとうございます。お疲れ様です。うててて、うてて。オッケー。よし、まず1コースクリア。クッパを煽る余裕も出てきましたね。いいっすね。ステージ4参りましょう。この流れでいくと5、6もいけそう。イージーモードウォールジャンプ。プログレス。やばそう。どんどん幅広くなっていくタイプだと俺は苦手なんだよな。あれか、トゲがあるパターンになってきたか。時間は100秒。お、危ねえ。下どうなってたっけ。あ、危ねえ。あんまりあれだよね。ゆっくりもやっていけないよやつだよね。あ、危ねえ。ほっ。ちゃんと調整も入れていかないと死ぬよー。ね、怖えー。時間ギリッキーだな。あぶね。え？あ、飛んじゃった。ねえ、しまった。どういうことだろう。こうか。今度こそ同じ鉄は踏みたくない。ちょっと早め。オーケー。うーわー。まあ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 なんとかなんとか。ステージ5参りましょう。今回はちょっとコースに恵まれてるかな。Fear the Gumball's Skill。 あれだよね、こいつだよね、クリボー。ガンバーでいいのかな、読み方は。キノコありましたね。これはありがたい。ここに降りれるとこがあった。あのスター欲しいな。飛んでくんのか。下には降りれるんですね。飛んで飛んで、ほっほっほっ。よし、上に上がって上がって、クリボーを冷静に倒しながら。しまったしまった。結構難しいなこれ。とりあえずこいつは確実に倒して、真ん中だな。真ん中待機で、クリボーに備えます。常に。真ん中、真ん中、真ん中。オッケー。真ん中だったらクリボーがどっち行っても対応できるからね。オッケー。空中で調整します。ほっ。ほっ。よいしょい。下降りて。大丈夫。オッケー。どうなってたっけ？え？行けなくない？あれ？バネとかなかったよね。あ、あれだ、クリボーを。連れてきてもらって、乗ってもらって、はい、こんにちは。あ、どうもー、マリオです。いっぱい来た、いっぱい来た。オッケー。よいしょ。オッケー。で、クラウンで、
オッケー、それて大丈夫。よいしょい。踏んで、ゴールド。よーし、オッケー。ステージ6参りましょう。今回かなり順調だったね。全然読めない。エアロダイナミックス。エアロダイナミックス。空中遊戯的な感じだよね、多分ね。空でなんとかしろみたいな。武空術的な。なんか今変なのなかった？気のせいか。うわっ！襲撃を食らった。キノコ。よっと。最終的には、やっぱあれだよね。いえー多分連弾とかを、連続で踏んでいってみたいな感じになるんじゃないかな。違うかな。ブロックが来ない。オッケー。ファイヤーがあるあたりがないやらしいよな。しかもこれ、うまく乗らないとさ、持ってかれるんだよね。これは、羽カロンを利用して。いや、あっぶねえ。よーく助かった。できるマリオだ。危機回避能力の高いマリオに、今回、恵まれた。ラッキーラッキー。うわ。これ、マリオワールドのあれを思い出すな。ブソブソを思い出すな。ブソブソじゃないな。なんだっけ、あのサイのやつ。サダマサシコースのあのサイのやつ、名前なんだったかな。あれを思い出すな。オッケー。何も出てこないですね。オッケー。さあ。うわ、むずそうだな。ほらほらほら、左になんか変なやつあるんだよね。スピンでいった方が安定かな。まあでも速さ的に大丈夫そうかな。まあやばかった、スピンで逃げて。逆ベルトだぞ。あぶね。うわ。ナイスショートカット。うわ、これ踏んでいいんだよね。踏んで即右だ。うわ、これ難しいんだよな。ブレーキかけんの苦手。よいしょ。死んだ。避けれなかった。ジャンプ出なかった。反応悪かった。あぶね。3つでいけんのかな。6つでいこうか、そしたら。いやー、あったけどね、足場ね。これは被弾しながら行こう。なんだなんだ。あー、そういうことか。ちょっと焦ったぞ。危ねえ。赤玉か。今度速くなるんだな。でもこれさ。そうか、でも高さはちょっとずれてくるんだな。危ねえ。そしてクッパファイヤーか。くそ、でっかい状態で来たかったな。なんかあるのかな？ねえか。ん？甲羅で亀倒せってこと？きっつくね？ジャンプしてかわされたぞ。おっと、帰ってきたし。そっか。結構きついかな。下抜けた方が良さそうな感じするな。あ、そうもいかねえ。あぶねあぶね。ああ、怖い怖い怖い。うわ、めっちゃ飛んできたし。危ない危ない。うわっ！あぶね、今死んだと思った。あいつ降りたな。よし。いや、よしじゃなかった。あぶね、死ぬ死ぬ死ぬ。普通にやばい。あいつ踏みてえな。うわっ！マジけ。ただ何回かミスったおかげでこれを発見できたのは大きいな。うわ。うわ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 、キノコ欲しい。ふざけんなお前。これたあ、ここで行く。踏む、踏めない。オッケー。でもなんか大きいままで来れた。んー、なんだなんだ。ああれもありますね。あ、ここでキノコを補充できると。で、行き着く先がここだと。あんまりはしゃぎすぎずに、もう最初のクッパのジャンプをしっかり。
ここにもキノコありか。このキノコはちょっと放置しとこうか。多分あれしてくれると思うんだよな。帰ってきてくれると思うんだよね。うわ、綺麗にかわされたな、今。思った通りキノコが多分ふわふわしてくれますね。うううううう。とりあえずあのハンマー攻撃に当たらずに下のクッパを倒したい。そしたらほぼほぼ無力化できるからね。ヨッシーでもいればな。もっと楽になるんだけどな。めっちゃ浮いてきた。攻撃範囲に注意だな。弾道距離が伸びるからジャンプしたりすると。しっかりダメージ蓄積してんのかな。ここだ。かわされてるな。あ、オッケー。飛んできた飛んできた。くそ長い長丁場。でもでっかいから結構心に余裕があるな。よしよし、3連発かわされた。この時のハンマーに落ち、ハンマーに落ち、ハンマーちオッケーオッケーオッケー。はい、いいよー。かなりダメージは蓄積してるだろう。怖い怖い怖い。キノコもかわしながらね。お、クッパ攻撃しながらコクッパも攻める。よし、あとはコクッパのみ。食らっちまったか。ここで確実にキノコ取っておきましょうか。あ、やっべー、それはやらかしたんご。次の一撃で確実に殺したいな。どっちに飛んでくる。前だ、倒す。よーし、オッケー。あとはオッケー。はっぶねー。しっかり見ていこう。ドン。よーく見て、よーく見て。オッケーオッケー。踏み損なうな。あ、消えた。これはラッキーですね。ここだ。よっしゃ、オッケー。ああ、お疲れー。ひはふへほー。今回はかなりコースに恵まれましたね。うん、そんな感じがしますね。あれだけかな、謎解きが分かんなかったから攻略班に頼んじゃったけど、今回は結構楽な感じのステージが多かったかなっていう感じがします。はい、じゃあ今回はこれまでといたしましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。すげえすげえ、マシンみたいになってる。おお、これはすげえわ。